当チャンネルの視聴回数が100万回を超えまして、まあ、その感謝記念の第1弾として先日ですね、破壊打をアップしたんですけれども、今回第2弾としまして、まあ、僕があのガキの頃憧れた超人バルムアン、これを作りたいなと思います。まあ、少年の頃ですね、まあ、2人の友情がマックスにならなければ変身できないという設定がですね、まあ、随分衝撃的だったんですけれども、まあ、友達は大事にしなきゃいけないなと誓いを新たにしたのを覚えてます。で、今回使用するキットはですね、海洋堂さんが80年代後半から90年代かけて、発売してですね、まあ、あのブームになりました200分の1のソフビシリーズですね。まあ、当チャンネルではあのガラモンもですね、この再販にブームになりますね。最近ちょっとその再販もピタッと止まっちゃってるんですけども、まだまだねアップしてほしいものがいっぱいあるので、ぜひ再販して、いただきたいなと思うんですけれども、この頃に僕はあの携帯を変えてまして、動画の方はですね、この携帯で撮るもんですから、まあ、バタバタしちゃってですね、このバルムアンに関して言えば、そぐみの部分と、まあ、あの仕上げの部分しかまあ残ってないんですけれども、まあ、なんとかつなぎ合わせて一本の動画にしたいなと思います。で、まあ、仮組なんですけれども、胸の部分と胴体の部分ですね、この接合がなかなか難しかったんですけれども、ドライヤーで柔らかくしながら貼り付けて、その後パテで埋めてます。で、黒の部分はですね、胸の部分ですね、ブラックにクリアブルー混ぜ、でブルーの部分ですね、ミスターカラー74番エスペシャリティブルーでしたっけ、入れてます。で、タイツのグリーンのやつはミスターカラー64番のルマングリーン、これに黒をちょい混ぜて入れてますね。あと顔の赤のライン、これはレッドで、目の部分はクリアオレンジとクリアレッド入れてます。で、全体的に、黒系と白系のドライブラシを入れて、まあ、バランスを取った後、トップコートの艶消しで、顔を中心にですね、艶を消して入れてます。まあ、ポップの塗装もまあ難しかったんですけれども、まあ、遠目から見れば、まあ、見れないこともないので、まあ、ショーケースに飾ってですね、少年時代のことを思い出したいなと思います。超人バロムワン、マハロットでプロロロプロロロロプロロロロ、飛ばすんだキュンキュンキュン、マジンドルゲオルロルロロ、やっつけるんだツボボボボン、バロームクロスでキュンキュン、二人が一人バロローム、みんなで呼ぼうバロムワン、必ず来るぞバロームワン、超人超人僕らのバロムワン、バロムとは正義と友情のエネルギーを表し、ドルゲとは地球の平和を乱す悪を言う、超人バロムワンはバロムクロスで変身するのだ。で、そのバロムワンの対戦相手であるですね、魔人ドルゲのまあ、その部下の一人なんですけれども、100メルゲ、これを手に入れたので、まあ、こいつをですね、作って、バロムアンとの世界をですね、まあ、表現しながらショーケースに入れたい、気持ち悪いって感じなんですけれども、まあ、いよいよこの当フィギュアの方もですね、ネタ切れが迫ってまして、この100メルゲをまあ作り終えるとですね、あとはまあウルトラマンのアントラしかないという、まあ、危機的状況なんですけれども、まあ、この危機的状況をですね、まあ、僕が少年時代に憧れた、まあ、もう一人のヒーローが
助けてくれることになりそうなんで、またそのフィギュアもですね、近日アップしますんで、よろしくお願いします。